さあ皆さん、この我らが茨城県はですね、サバの水揚げ量日本一2を争うサバ王国でございます。そんな茨城県にはですね、サバ缶愛日本一を自負する男がいるんです。サバ缶愛、サバ缶がもうとにかく好きということですか。そういうことでございます。茨城面白研究所。どうも茨城県します芸人のオスペンギンです。私がデレ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 スケです。はい、そしてカメラ持ってます山中です。よろしくお願いします。ということで今回我々はこちらに来ております。茨城県行方市にあります農産物直売所野菜の声でございます。まあ、こちらはねもう地元野菜が豊富に取り揃えられてある直売所なんですけども、ほんと地元の皆さんにも愛されてるところなんですけども、そんな直売所にサバ缶があるんです。しかもねそのサバ缶の品揃え、こちらの数も日本一を自負してるんですよ。なるほど。それじゃあ早速ですね、中にいてその男性に会いたいと思いますんで行きましょう。さあどんな男性なんでしょうか。楽しみでございます。さああなたが日本一サバ缶を愛すると自負する男ですね。はい、そうです。サバー、ちょっと何ですかいきなり今のは。野菜とか、お魚もそうですけど、市場で使われる不調というものです。3と8なんです、これが。はあ、セリの、はい、使う、はい、そうです。3、8、さあ、8です。サーバー、これはもうオリジナルのサバギャグですね。サバポーズ、さすがサバポーズ。早速愛を感じましたけども、自己紹介よろしいですか。はい、サバ缶店長です、よろしくお願いします。出ました、サバ缶店長。はい、すごいです。サバが名字ですね。サバが名字なんですか。はい、はい、店長が名前です。はい、今決めました。そしたらサバ缶がなくなっちゃいましたけどね。あ、そうですね。今手に持ってるこれは何ですか。はい、これはオリジナルサバ缶です。オリジナルサバ缶。はい、作っちゃいました。え、もう作ったんですか。はい、作っちゃいました。お店の名前が野菜の声なんで、はい、のオリジナルのサバ缶。サバ缶です。あ、もうサバ缶が好きすぎて、はい、ということですか。はい、そうです。これは好きですね。水煮と味噌煮とカレー煮の3種類ありまして、地元茨城のサバを、高木商店さんというこれまた地元の、缶詰屋さんに頼んで作りました。はあ、なんかこのこだわりとかあるんですか。このサバ缶は大ぶりの脂の乗ったサバを、朝取れたサバをその日のうちに缶詰にしたという新鮮な鮮魚のサバ缶です。なるほど、はい、いやちょっとこれはね、なんかちょっと何ですか。何ですかこれは。食べてみます。え、今何て言いました。食べてみます。じゃあいただきます。言わせないです。私は言わせてないですよ。オープン。おー、ぎっしり。すごい、ぎっしりでございます。たっぷりと、もうマスク越しにも味噌煮のいい匂いがしてきますよ。ぎっしりと、これ大きいですね。大ぶりのサバですかね。さすがでございます。じゃあちょっとこの箸も用意してあるんですね。はい。じゃあいただきたいと思います。わっ、でかいわ。ちょっと見えなかったけど、すごいでかい。これは大ぶりだ。すごい。じゃあいただきます。うまいでしょ。これめちゃくちゃもう脂乗ってます。ありがとうございます。こんなに大きく柔らかくて味がめちゃめちゃ染み込んでますね。はい、お米をください。誰が私にお米をください。おいしい。
いやマジで脂めちゃめちゃ乗ってますね、はい、これもう朝だね、朝いいですね、はい、いや昼でもいいね、はい、夜でもいい、夜でもいいですねこれあれですよ、チーズ乗っけて温めて食べても美味しいです。チーズを乗っけて温める、とろけるチーズ最高ですね、最高、ありがとうございます、本当に脂乗ってる、なるほど、なんか僕も食べたくなってきちゃいましたせっかくあれが、あちらがあれですか、そのサバ缶の、そうです、品揃えも日本一を自負されておりますから、そうです、ちょっとじゃああっちもちらっと見に行きますか、じゃあちょっと行きましょうか、はい、このまま、はい、いやすごいですね、品揃えも日本一と書いてありますけども、はい、これちなみに何種類ぐらいあるんですか。70種類です。70、サバ缶だけで、はい、そうです、サバ缶ってそんなにそもそもあったんですね。ありますね、今はそんなにあるんだ、はい、もちろん全部召し上がった、もちろん、うわすごいですね、基本は自分で食べて、はい、好きじゃないものは入れないようにしてます。なるほど、はい、じゃあもうそもそももう好きなベスト70なわけですね。今はそうですね、はまだ増えます、細かな順位はなかなかね、つけられないですけど、はい、美味しいものしか置いてない自分が、そうですね、はい、ちなみになんでこんなに、まあ、一応野菜がメインなところじゃないですか、はい、こんなサバ缶置こうと思ったんですか。そうですね、もともととにかくサバ缶が好きで、まあまあ、自分でおつまみだったり、まあ、お酒のあてだったりして食べてたんですけど、で、まあ、通販とかしますよね、これだったら自分の店にあった方が、まあ、いつでも次の日買って食べられるじゃんって思って、はい、店長さんの店舗兼倉庫みたいな、はい、そうです、はい、あの我々でいうキッチンのここの棚なんですね。そうですね、はい、かっこよく言うと何でしょう、サバ缶店長ベースってやつです今風に言うと、今風に言うと、はい、もともとはもう茨城のものだったんですけど、はい、もう今は全国、はあ、北海道から九州まで、すごいな、はい、さすが日本一でございますよ、ここは。ちなみに先ほど私がいただいたオリジナルのサバ缶も、はい、どうやってどうしてこれ作ろうと思ったんですか。いやもう作りますよね好きすぎる、はい、あどうなんですか、ちなみに売れ行きはオリジナルサバ缶は。オリジナルですか、1位ではないです、あ残念ながらこの中の1位ではないです、1位ではないです、あなるほどなるほど、はい、美味しさはもう全部1位ですけど、それぞれ違いますから、はいはいはい、うん、もうサバ缶も本当なんて言うんでしょう、まあ、味付けは違うのはもちろんですけど、はい、もう一つ一つサバの味が違いますから、はい、すごいですよね、皆さんもねこれ来ていただきたいです、一回ね、サバ缶店長に何か選べない場合は、私とかこういう感じのが好きなんですけど、どのサバ缶がおすすめですかとか聞いてくれれば、はい、これなんかどうですかって言ってくれたりもするんですか。はい大丈夫です、あのお好みをお聞きして、もうだからサバ缶ソムリエもうワインの、ね、ソムリエさん、そうですもんね、今日の気分とか言ってもらえれば、そのソムリエのワイン出すけども、その時に合わせたサバ缶を出していただけるという、はい、ちなみにじゃ あのオリジナルサバ缶は、はい、まあ、なかなかここにちょっと来れないと、という方はなんか他に買える方法とかあるんですか。はい、一応あのストアーズで、あのショップはウェブショップは、はい、ウェブのオンラインショップがあるんですね。はい、そちらから、はい、野菜の声で検索していっていただいて、あ、はい、なるほど、野菜、まあ、インスタグラムからはすぐ飛べるようになっているので、なるほど、はい、じゃあ、はい、野菜の声インスタグラムで、ぜひじゃあそちらをね、はい、ちょっと検索していただければ、はい、オンラインでどこでも全国どこでも、そうです、購入することができますので、おすすめでございます、よろしくお願いします。ぜひね、だから来れる方は、はい、もう野菜の声に来ていただいて、はい、この品揃えを見ていただいて、サバ缶店長さんとお話ししていただきたいですね。もうぜひソブレしていただいて、よろしくお願いします。ぜひ茨城県の農産物直売所野菜の声に来てくださいね。来てください。サッバー、あーちょっとそれを一回行きましょう、はい、はい、せーの、サッバー。